皆さんこんにちは、ネギスプリングフィールド役の佐藤里奈です。皆さんがこの、収録スタジオにいる私をご覧になっているということは、一度はエンディングを迎えられたということでおめでとうございます。今回はですね、特典映像としまして13人のキャストさんにインタビューを行っておりますので、フルコンプリートを目指して頑張ってくださいね。ではご覧ください。皆さんこんにちは、出席番号4番、綾瀬ゆうや役の桑谷夏子です。2、3歳、かなりちっちゃい子が預かってもらえる保育所みたいなところにもう2歳とかぐらいから行ってたんですけど、そこでキリスト系の幼稚園、保育園だったんですね。で、なんかクリスマスになったらわざわざ外国の方から外国人の方を招き、サンタクロースをやってくれるところだったにもかかわらず、弱い2歳にしてそれが招かれた、わざわざそのイベントのために招かれた人だということをなぜか私は悟ってしまい、それをまた周りに言いふらすような嫌な子でした。はい、サンタさんはいないんだよみたいなことを言っちゃうような嫌な子でした。はい、で、小学校ぐらいですかねの頃によく遊んでいた遊びは、男女とも仲が良かったので、クラス全員男子も女子も混ぜて軽泥とかをしてました。寒い中半ズボンとか、当時はキュロットスカートっていうんですかね、ああいうの履きながら鳥肌を立てながら外で遊び回っていたのを覚えています。新婚旅行、どこに行って何をしたいかということなんですが、とりあえず日本から出てみたいです。一度もまだ海外旅行に行ったことがないんで、日本を出て世界遺産も見てみたいし、あと興味あるのはフランスのルーブル美術館。なんか1週間とかかかるみたいなんですけど、全部見るにはやっぱりそれくらい1週間とかかけてちゃんと隅から隅まで見てみたいですね。あとオルセー美術館とかも行きたいし、なんかこう美術系のものを見てみたいです。あとは世界遺産。お金があるなら世界一周して世界遺産を見たいです。所詮夢ですけどね。はい、ということで、綾瀬ゆえ役の桑谷夏子でした。バイバイ。出席番号8番、神楽坂明日奈役の神田明美です。子供の頃はとにかくよく寝る子で、気がつけば寝てるみたいな感じだったんですけれども、でもお友達と遊ぶときは、家に来てお友達とゴム跳びとかね、やりましたね。で、私はその頃、ダンスを習っていたりとかしたので、一人のときは、一人で、一人ミュージカルを上演したりとかはしてました。わざわざレオタードとかにちゃんとねダンスをやってるので、レオタードに着替えて一人でこうカセットでポチッと押して音楽流して歌って踊って一人ミュージカルをやって、よくそこにお姉ちゃんが友達を連れてきて、あ、妹さんは何をやってるのかしらみたいな、ちょっとこう困った空気が流れたりとかしたんですけれども、そうですね、寝ては起きたら一人ミュージカルみたいな、ちょっと変わった子供でした。新婚旅行は、前まではね、いろいろ夢があって、やっぱりこう、海の上に、こう、あるコテージみたいなところで二人でラブラブしたいなぁなんて思ってたんですけど、最近は、国内で温泉にのんびり行くとか、もしくはいっそのこと、そんな大それたことはしないで二人で近所の公園散歩するぐらいのそういう新婚旅行もなんかいいかななんて思い始める今日この頃なんですけど、皆さんもねこのゲームをやっていろんな新婚生活を思い描いたりとか、いろんな物語にのっとっていろんなことを思ったと思うんですけれども、何度もねいっぱい楽しんで、この後もゲーム何回でもやってください。はい、以上神田明美でした。出席番号9番、春日美空役の坂東愛です。よろしくお願いします。子供の時はですね、結構おとなしい子でしたね。お家で一人で塗り絵したりとか、お絵かきしたりとか、結構そんな子でしたね。はい、結構おとなしい子でした。いつからちょっと方向性間違っちゃったのかなと思ってるんですけど。はい、
新婚旅行か、いいですね。新婚旅行ね、まだ全然リアルな感じはしないんですけど、私一度も海外に行ったことがなくて、パスポート持ってないんですよ。で、飛行機は乗ったことありますよ。北海道に行ったことがあるんで、なので、海外に行きたいですね。海外の今一番行きたいと思っているところがマカオ。なんでマカオかっていうと、なんかテレビ番組で見たなんかマカオのなんか紹介している番組があって、それがねすごく素敵だったんですよ。なんか石畳のなんかどこまでも広がる広場とか、なんかこうちょっとこう懐かしいっていうか、なんかちょっとどこか物語の中に紛れ込んでしまったみたいな、なんかそんなおしゃれな街並みに惹かれていて、もうずっと行きたいと思っています。でも未だにパスポートは持ってないです。でもいつかマカオに行って本場のエッグタルト食べたいなと思います。はい、以上坂東愛でした。出席番号12番クーフェ役の葉月です。よく放課後に学校に残ってみんなで遊んで帰って夜遅くなることが多くて、母に叱られてばっかりでした。あと秘密基地とか作るのが好きで、そこをよくみんなで作って移動させていろんなところに秘密基地を作るようなそんな子供でした。そうですね、フランスかな、フランスのモンサンミッシェルに行きたいです。海の中にお城が、お城？修道院が建っているところなんですけども、多分アタック25で出れば当たるというモンサンミッシェルの旅に行きたいです。これからもネギマアニメの方も続いていくと思うんですけれども、皆さん、よろしくお願いいたします。以上、クーフェ役葉月でした。ありがとうございます。出席番号13番近衛このか役の中愛です。私は子供の頃はすごくボーイッシュで、ゴムのサッカーボールを使ってよく遊んでいました。すごいやんちゃで、スカートは履かなくて、いつも半ズボン で、髪の毛もショートカットで、もう長くしたりとか結んだりするのが大嫌いな、男の子みたいな女の子でした。新婚旅行は、モルディブに行きたいです。モルディブ水上コテージに泊まってみたいです。1ヶ月間。モルディブはすごい高いらしいんですよ。なのでちょっと無理かなとか思うんですけど、でも新婚旅行ぐらい人生に一度モルディブでバカンスしてみたいんです。誰か連れてってください。以上、出席番号13番近衛このか役野中愛でした。桜崎せつな役の小林優です。私は夏休みになると毎日プールに通っている子供でした。皆勤賞をいただいて、全校生徒の前で表彰されたことがあるんですけども、両親が忙しかったために旅行に行けなくて、それがプールといういい方に結びついたのですごく良かったです。お友達とは、普通にお家で、お菓子を食べたり本を読んだり絵を描いたり、そういう遊びをしていました。新婚旅行に行くということなんですけれども、旅行に連れてっていただけたらいいなって思います。旅行に行けるっていうのは幸せなことだと思うので、場所は旦那様と2人だったらどこでもいいと思うんですけれども、できればやっぱり新婚旅行ですので、京都に行きたいなと思います。せっちゃんとこのかの、生まれたその小さい頃に住んでいた地で、私も旦那様と幸せに
なりたいなっていうのが私の希望です。ということで私の夢のお話でした。以上、小林優でした。出席番号19番チャオリン新役高本めぐみです。はい、よく食べよく遊ぶとっても健康的な子供でした。よく食べるのは今でもなんですけど、あ、ローラーブレードをやってました。町内を駆け巡っていました。新婚旅行、ニューカレドニアに行きたいなというのはずっと前からあって、別にそれは新婚旅行に限らずだったんですけど、お水とか自然がすごく好きなので、そういう綺麗なところに行ってのんびりしたいなと思ってます。高本めぐみでした。出席番号20番永瀬楓役の白石涼子です。よろしくお願いします。子供の頃はすごい外で遊んでましたね、必ず外で縄跳びしたり一輪車乗ったり、一輪車うまかったんですよ、乗ったりとか鬼ごっことか、とにかくよく遊ぶ子、よく寝る子、風の子でしたね。あとはまあでも明るかったですかね。まだね全然考えられないんですけど、それに考えたこともないんですけど、どこ行こうかな。でもなんかこう好きな人とだったらどこでもいいなんて、そんな乙女な回答をしてみたりして、でも本当別になんかどこどこ行って何がしたいとかって今は特にないですね。別にそこらの温泉に一泊でもいいし、逆にお金かけてなんかこう本当一生の思い出に残る写真とかね、こういろいろ体験してみたりとか、まあ、ちょっと高価なもの買ってみたりとかしてもいいかなと思うけど、具体的には今わかんないですね。ってことで、出席番号20番永瀬楓役の白石涼子でござった。にんにん。はい、皆さんこんにちは、出席番号24番博士里美役の門脇舞です。子供の頃は兄に混ざって男の子っぽいというか遊びをすることが多かったですね。あと兄が漫画大好きだったので、その影響もあって物心をついた時からこうマガジンをはじめいろいろな雑誌、ほとんどの雑誌を一緒になって毎日毎日雑誌が買ってきたわーって読んでるような感じの子だったので、赤松先生の作品も最初から読んでましたね、雑誌で。結婚式、国内だったら星の王子様が好きなので、星の王子様のミュージアムにチャペルがあるんですね。可愛いなと思ってて、あと国外だったらベルギーで好きな画家がいて、まあ、そういう観光がてらですか、行ってみたい土地があるので、ベルギーだったりとか興味のある海外の場所に旦那様とですか一緒に楽しめるといいなと思うんですけれども、母はハワイで式を挙げろと、ハワイで結婚式よね舞ちゃんみたいな風によく言われてますけど、博士役の門脇舞でした。ありがとうございました。おめでとうございました。長谷川千佐役志村由美です。子供の頃はほとんど今と変わらず、私がもうちょっと小さくなっただけみたいな、本当に喜怒哀楽の激しい、すぐ怒ったりすぐ泣いたりすぐ笑ってたりみたいな、本当に今と全然変わっていない感じです。何して遊んでたかな。
結構一人遊びをしていることが多くて、なんか悲劇のヒロインブルノが好きで、暗い部屋の中で一人で遊んでたみたいです。近所に同い年のお友達がいたので、すごくその子たちとあの人形、リカちゃん人形みたいなのとか、そういうので遊んでました。新婚旅行いいですね。そうですね、あのローマに行って、あの真実のなんかあるじゃないですか、手をこう入れるやつ。あれにあの手を入れて、こうなんかいいねみたいなのをやってみたいなって思います。はい、あとジェラートを食べたいですね。はい、随時彼氏募集中です。長谷川千佐役、志村由美でした。出席番号27番、宮崎のどか役の音間美子です。そうですね、小学生の頃は割と内向的な性格で、好きな遊び、あのその頃女の子同士で集まっておままごととか、小学生ぐらいの頃になると外で遊ぶことが多かったので、まあその頃はそこまで内向的っていうわけでもなかったんですけど、ケイチと泥棒に分かれて遊んだりとか、ケイドロって遊びをしたりとか、あと缶蹴りとか鬼ごっことか、秘密基地ごっこって言って、秘密基地を作ってそこにお菓子を持ってって食べながら、こう街というか散策するというか、なんかそういう外で遊んでた記憶がありますね、小学生の頃は。新婚旅行は、ま、新婚旅行ってことは結婚していくわけですよね。だからそうなるとやっぱ、まあ、旦那様ですか、まあ、その人とこう2人が好きな場所、私がここに行きたいっていうのは特になくて、2人で好きだねとか、例えば思い出の場所があるんだったらそういうとこに行って、でとにかくゆっくりのんびりしたいですね。なんかその土地のいろんな空気を感じたりだとか、見て回ったりだとか、ゆっくりした時間を一緒に過ごせたらいいなと思います。ネギマのゲームをお買い上げいただき、この映像をご覧になってくださってる皆さん、楽しんでいただけましたでしょうか。お買い上げいただきありがとうございます。皆さんがこのゲームをしながらこうハッピーな気持ちになったり、嬉しくなったりワクワクしたりっていう、そういう幸せな時間を、過ごしてくださっているんだったら、それは何より嬉しいことだと思います。何度でも楽しんで、ください。ありがとうございました。皆さんこんにちは、出席番号30番四つ葉さつき役の井上直美です。子供の頃はでも今と結構変わらなくて、なんか周りに人がいるとすごいキャピキャピしてるんですけど、実は私ネクラなんですよ。なので一人だと結構こうガーみたいな、そんな感じの子でした。あとですね、ちっちゃい頃よく遊んだのは、私がちっちゃい頃はテレビでキョンシーが流行ってたんですよ。なのですごい周りの子たちとみんなでなんかキョンシーごっこをやったりして、で私本当になんかキョンシーっていると思ってたんですね。だから大人になったらなんかテンテンって出てくるんですけど、キョンシーでテンテンみたいになりたいと思って、そのための修行だとか思って息止めてキョンシーにバレないようにしなきゃとか、そんな遊びを結構やってました。はい、新婚旅行はもう私なんかずっと夢なのがあって、それは新婚旅行はちょっと新婚旅行でここに行くのはっていう感じかもしれないんですけど、インドに行きたいんですよ。でそれはなぜかというと、もちろん海もすごい綺麗って聞いたんですけど、なんかインドの山奥の山奥になんか洞窟があって、そこの洞窟にはなんか自分の過去と未来と今のことが書いてある自分の紙みたいのがあって、それに何だろう、今だったら何歳に死ぬとか
で途中でこんなことが起きるみたいな、そういう紙がありがたい紙があるなんか山奥にそういうのがあるらしいんですよ。でそこになんか将来の旦那様と言ってなんかお互いこのくらいで病気するんだねとかこのくらいで死んじゃうんだみたいな、ちょっと現実が見えて嫌な感じなんですけど、でもなんか現実が見えることによってなんかそれまでどうしたら楽しく生きていけるかみたいなことが考えられるかなと思って、すごい将来の旦那様とそのインドの山奥の山奥に行きたいなって思ってます。以上、四つ葉月役の井上直美でした。すいません、カミカミで引き続き頑張ってください。バイバイ。はい、皆さんこんにちは、ネギスプリングフィールド役の佐藤里奈です。そうですね、私のちっちゃい頃はですね、結構田舎に住んでいたので、あの公園とか自然が割と多かったんですね。なのでそこで、フットベースボールっていうのかな、こういう大きいボールをですね蹴飛ばして遊ぶ野球みたいなね、あのグラウンドでやるものなんですけど、それをやったりですとか、あとはあの空手を習ったりとか、今はね結構運動が苦手なんですが、意外と子供の頃はアクティブに、あの特にね、あの幼馴染も男の子が多かったので、男の子の中に混じって髪も短かったりして、結構ですね、あのやんちゃな子供時代を過ごしておりました。はい、新婚旅行いいですね。新婚旅行って、そうですね、なんとなくなんですが、こう新婚旅行って聞くとハワイとか青い海、白い砂浜、青い空みたいなイメージがあるので、やっぱりこう海はいいなって、ビーチっていうか、そういうところはなんかね夢ですね。新婚旅行なんかね、友達で結構ですね、外オーストラリアとかで挙式を挙げてそのまま新婚旅行とかしたんだよっていう話を聞いたりしてるので、あ、海外っていうのもちょっと素敵なんじゃないかななんて思ってはいるんですが、実はですね、うちの父と母が沖縄に新婚旅行に行ったらしいんですよ。石垣島に行ったらしいんですけど、そのね写真をアルバムがあって、それをお母さんとかに説明を聞きながら、この時はねとかっていうのを聞いて育っていたので、沖縄もいいなって、でも海外もいいなって迷うところではあるんですけれども、まあお相手を見つけるのが一番大変かなと思います。はいはい、ということで、以上、ネギスプリングフィールド役の佐藤里奈でした。バイバイ。お疲れ様でした。この映像を見ているということは、すべての特典映像を見られたということですよね。ゲーム特典映像は楽しんでいただけましたでしょうか。このゲームは一度クリアしてもまだまだフリーバトルで何度でも楽しめるようになっていますので、まだまだ楽しんでください。待ちきれないこの想いをすぐに届けたいラビージュ、ドキドキして歩くほどをあなたの横顔まぶしい青空の下、勇気出せば叶うのかな、告白チャンス焦ることを感じて、
てる。